どうも皆さんこんにちは。今日はとてもマニアックな車が、ちょっと今バカにしたでしょ、古いなと思って。いやいや、なめちゃかんよこの車。じゃあちょっとオーナーさんどうぞ。あ、どうもこんにちは。初めまして。初めまして。またマニアックな車を。いやいやいや実はね、俺これ好きだったんだ。あー結構小学校の時にすごい、うわなんだこの車かっこいいと、はいはい、ね、その時は俺がまだ小学校の時、もう一個まだ前があったんだよな、なんかあのこの一個前の方。あーはいはいはい、初代の、あ、そう、多分初代で、でこれが出て、やべえこの車革命起きたみたいな。すっごいかっこよく見えて、で実は俺これ昔乗ってたんだな、これが。でもターボじゃない。ない NA の乗ってて、まあだからちょっと懐かしいなと思って、まあ、今日は来てもらったということです。はい、ということで前は、あ、待って、俺がだってなんだろう、同じワンパス、GT かな、これ GT、GT と GTT。 じゃあ俺がだったら GT だ。 GT です、多分これ GTT だ。で、これが ついてるのが、そう、これついてた、あのツーリングバージョンって、またオプションのエアロ仕様らしいです。これとこれと、あと後ろの羽、これついてないのある。なんか変チクリンって言っちゃおかしいけど、はいはいはい、これがないと結構普通の車みたいな、普通のカロバンかなんかと変わらんぐらいな。そうだね、俺の GT だ。これも買うときに、まあ、これはオプション？オプションですね。パッケージ？パッケージのオプションになってるのかな。これがあるとないとちょっと全然違う。俺はこれが好きで。あ、しかももう一個ある。実はこれシカッピとお友達で、はい、車がシカッピとお友達で、シカがぶつかったという。そうです。どこら辺が？まずここと。ここ。あ、だからなんかちょっと。資料を見てもらうと多分わかる。違和感が。シカがドン。はい。で、フェンダーとボンネットガラス、ここですね。ここメインですね。ひさってここまで行ってないからね。で、ワイパーもダメになって、で、あとドア2枚である。交換しました。ひさっぴと一緒なのは、この辺とドア一緒。多分、こっちで、この辺に多分顔が突っ込んで跳ね返って、多分こうなったと思われます。いや、俺の予想はね、ぶつかってこう行った瞬間、シカが足でバーンって蹴ったんじゃないかな。そうそう、それに近いよね。やばい、まあそんな困難なんですよ。そんな困難で自力で。でもボンネットがカーボンからこれになっちゃったんですね。これにしました。あの爪痕が結構ひどいもんで。あ、もうそのボンネットは取ってあります。まだ取ってあるんだ。絶対これ、いや、カーボンのがかっこいいと思う。かっこいい、絶対かっこいい。軽さも全然軽いんで、ね、確かに、はい。サンルーフが珍しいね、これ。俺も買った時、そうですね、サンルーフ別に気にしないで買ったんですけど。あ、だってついてるのなかなかね、ないよね、これ。ないですね。あとたまにもう一個、あのエアリアルって言って全面がガラスになってる。あ、知ってる。はい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 。あれこそなくない？あれもないっすね。見たことない、あれあるのかな。たまに見ますけど、ね、多分ここで盛り上がっても多分興味ない人、何言ってんだろう、俺たちぐらいの感じだと思う。あ、ちょっとボンネット見てもいいですか。はい、どうしよう、開けてください。重い、この年式のボンネットは重い。これ重いです。あ、これインタークーラー意外とでかいんだね。これインタークーラーでかいですね。あれ、タービンがなんかやたら綺麗なのは、これはあのタービン一回、タービンブローをしたせいもあるんですけど、あ、ちょっと特有の持病で、これ駅前にとタービンが一体になってるんですけど、はい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 、あの地上で1個ボルトがある場所になって、排気をね、起こしちゃうっていう、こう折れたかなんか、こうキューキュー言い出すんですよ。あのこの辺から、どこだっけな、この辺から持ってきちゃうんですよ。あ、でこ、本来ここにボルトが1本、この、なんていうんですか、駅周りに刺すとこがあるやつが、はいはいはい、どういうわけか、血管かなんかわかんないですけど、血管それがなくって、で使ってるうちにこう熱意歪んできちゃってダメになっちゃうんで、1個新しい方のカルディナとそれが対策してる。これの次の方のカルディナ、はい、あの流線形のカルディナのタービンがついてるってこと。そうです。え、これなんか実際変わる、なんかこう、いや、何もほとんど変わらないですね。対策品としてむしろそれを交換すると対策品って、これがそういうことね。なんかもう急ごう社外タービンとか。あ、入れたかったですね、予算が。あ、予算の強いな。はい、あとこの何かありますか、他にそうですね、エアクリを変えてあるのと、これはアペックス。アペックス、もう下向いちゃって分かんないね。これ確かこっち書いてあったね、ここに、この辺に書いてなかったっけ、アペックスって。多分このこっち側だよね、書いてあるの。ここにいます。あ、ほらね、はい、下向いちゃってもう分からないんだよね。分かんないですけど。で、クスコのタワーバー、タワーバーと、そうですね、前はブリッツのブローフつけてたんですけど、今は純正に戻してあるところ。
なぜ戻したと。なんか調子悪かった。あ、調子悪かった。はい、じゃあちょっとこれちょっとやる気満々、もちろんこれも0100やるんで、やる気満々ですね。もうやる気、まあオートマなんでそんなに期待できないですけど、まあでもちょっと気になるは気になる。 NA とターボ全然違うからやっぱ。あ、そうだね。そうですね。なんていうことで、はい、横見てみましょう。はい、さあ横です。 OZ の、なんだろうこれ、これなんかね、もう昔よく流行った気がする。なんかラメゴの5か6ぐらいの、確かに純正でもこういうような形の、確かに。でも OZ はもうこういうイメージ。なんかでも最近またなんかちょっと違う感じで作ってたりね、するから、ちょっとまた最近ちょっと違う今風な感じそうですね、ね、ちょっと変わってきたもんね。これは純正ですね。はい、純正で。確かもうこれはついてたかな。これがそのさっき言ったツーリングバージョンのパッケージの一つです。で、これもこれはもともと純正でついてて、でも GTT も GT もただ後ろはなんか別にそんなに変わらない。なんか一緒です、ね、一緒だね。ここは一緒です、ね、うわ寒い寒い寒いあ、ちょっとマフラーの音聞かせてください。あ、はい、じゃあちょっとお願いします。はい、どんな音するんかね、これちょっと。静かですね。普通のレガリサールだったよ確か。なのでそんなにうるさいマフラーじゃ。静かだけどターボって分かる音がするこの抜ける感じの音が。そうです、ね、ターボ車だなって感じの。はい、ちょっとこれは本当に乗らせてください。あ、はい、どうぞ。ありがとうございます。多分ダメだっても乗りますちょ、俺これ本当好きなんだこのカルディナ。なんだろう、最近じゃこの次の方はね好きじゃないんだ、ちょっと。あ、なんかあれ内装が嫌い。あれそうです、内装ちょっと狭いかもしれないです。なんか、あと見にくい、なんか後ろが。あー、あれは好みが。あと気持ちが、リアがリアのこの、なんか虫みたいじゃない、このシュッってこの目が。あれがちょっと好きじゃないんだ。まだこっちが丸丸してて、好み。俺もそこの方が好きで、そう買ったんです。今逆に見ないから視聴者かもね、じゃあ試乗インプレッションを押していきましょう。さあ、行きますか。はい、おぉ、見ると全然感じが違う。あ、そうですか。シートベルトを着用してください。ちょっと眩しいな、頭が光っちゃうたなんでわ、なんかなった。ハンドル重い。何これ、重いですね、この車は。あれ、トヨタのスポーツ系は平均してる、重たい。こんなに重かったかな、変えてるからだな。なんか全然違う、全然違う。何これやばい。でもブレーキはやっぱ甘いんだ。甘いですね、カルディナふわです。そう、ね、アリストとかもなんかな。でもトヨタのこの年代平均して、平均して多分甘い。はい、まあ、ターボやっぱシューってね。さあ、ちょっと足カタカタカタって感じ。ちょっと固め、足は固めですね。早っ、なにこれ早っターボかかってからかな。あとターボかかると早っ、これなんじゃこれやべ待って、見た目とさ乗ってる車が違うみたい。なんじゃこれ。これコンピューターが、ブースのコンピューターが入ってます。すげえ。で、ブーストコントローラーが HKS 1.2 までかかやば、すっごいね、これ。え、これ平均燃費 4.8？ あ、これ走っていくっていうのが連動していくんで、瞬間燃費みたいな感じ。そう、瞬間燃費と平均燃費のなんか中間みたいな感じですね。すごい、このインフォメーションというか珍しい。これも当てになんだかなんないんだかわかんないですけど当てになるんだかなんだか60前とか出てる、すごい。そうですね、でただ一回オフにしちゃうとそこからそっからゼロになっちゃうんで。そういうことなんだ。今の車とちょっと違いますね。今のはもうそのリセットするまでの平均年。そうですね、あのトリップでしたっけ、あれをリセットするまでなんで。すごいすごい、2000ちょっとぐらいか、2500ぐらいから3000手前ぐらいですね。やばい、あ、そうね
これ面白い。なんじゃこれ。調子に乗ってでも踏んでると燃費悪いですね。やばい、確かにターボ効かせるとやばそう。で、これもう4分なんでなおさら燃費悪いですよね。あ、フルタイム。フルタイムです。だから燃費悪そうだね。まあブーストかけなかったら。ブーストかけないときはいいんですけど、この車乗ってるとダメですね。確かに。ゼロより上いかないよね。ゼロより上やね。地味。行きもおとなしく行こうと思ったんですけど、ついついちょっと調子乗って。でもこれ実際普通に走ってる分にはそんなにターボ効かせなくても、まあ、全然走っちゃう。ね、ただあのなんですか、マックスとかいう2500とか3000クラスに比べればやっぱり下のトルクは比べちゃうと、そりゃまあね。すごい、意外と安定してる。なんか俺のグニャングニャったもんな。これこれコーナーでやばいぐらい膨れてこうってなってたろ、ずーっと滑ってっちゃう。全然違う、これ中流って言ったら峠とかちょっと分かんないけど全然違う。すごい、まあ、確かに峠、あーゴゴンゴン、さすがやばい、これ欲しくなってきた、これ。これマニュアルだったらすごい。マニュアルだったら多分面白いでしょ。いや俺だったらもうエンブレム剥がしてボンネット、普通のボンネットにしちゃう。で、前置きし隠して、はい、普通のカルディネを装って来た瞬間、プシャーみたいな。このショット好きだ。やばいね、これは。まあ、こんな感じだったんだ。そうですね、結構ドッカンというか、これやっぱ純正の260全然余裕であるね。ブーストコントローラーやっぱ切るとパワーちょっと足んない感じがしますね。そうなんだ。うわ、この嫌な感じの音、嫌な感じの音気にしないです。嫌な感じの音、立ち上がりが早っ。やばい、思わずキーケースが飛んじまった。はや、これ何これ、やば。純正だと、純正の GTT だとこんな出ないですね。こんなにはいかないですね。まあそれでもその車に比べればすごい、これわ、これミッション乗りたい、マニュアル、すごい。なんだろう、まだ扱える範囲のなんか速さみたいな、はいはいはい、あんまり今度行き過ぎると扱えないみたいな感じになるじゃないですか、はいはいはい、そうって思うとこっち全然乗りやすい。あ、なんかバカにパワーがあるとやっぱり踏んだ時にバカーンって行くから。確かに、まあ4駆だから安定してるっていうのもあるかもしれない。確かにこれあったらすごい、まあ、面白いわこれ。そんなに悪くなくないですか、これ。段差でかいとこ行くと、多分こういうとこだと気にならないですけど、段差でかいとこ行くとガツンって、道がまだ、はい、綺麗だから。へぇ、面白いこれ。でもこれ人に見せると何この車ぐらいで多分叩かれますよ。批判はされない。あー、てか、まあ、批判はそんなにはないですかね。これやっぱボタンが、これは日産のあれみたいにこう回転数合わせてくれると、バンバンやってくれるといいのに、この時代にはまだない。この時代にはまだそんなハイ的なものが、ハイ的なものないです。それついてると結構様になるんだけどな。これってあのパドルかなんかないのかな、この社外品で。こういうどうなんですか、ね、あったらこれ絶対面白い。こっちでアップダウンでこうやってなんかできそうですよね。なんかスイッチ加工してつけたら、あれも結局ね、スイッチだから、はい、こうやってやったら面白いのかな。すげえ軽みな、こんな感じだったんだ。全然違う。思わず笑顔になる。最近ターボのクラウンドとなんか笑顔になる。確かに面白いですね、うん、ターボ面白い。でも結構昔はターボ嫌いで、 あの NA で馬力がある車の方がなんかほら出だしからバカーンっていくからなんか好きだったけど、ターボはターボでやっぱいいな。あんま調子こいてブンブン踏んでるとガソリンがみるみるなくなりそう。うん、結構それも、ね、すごい。この音がいいよ、シコーンとか。意外な
俺でもエンジン横置き、横置きです、確か横置きで、はい、ああ横置きか、 FF ベース、 FF ベースです、ベースはランサーみたいなもんかな、じゃあランサーに近いような近いような雰囲気ですけど、ライモのとかの方がやっぱり、ね、まあ、まあ確かに、あんまそこは比べない方がいいかも。すごい、これブレーキがもっと良かったらな。そうです、ブレーキがちょっとパワーに対してブレーキが怖い。これなんか、これもスープラとかのブレーキつかないのかな、なんかあのセリカの GT4 のブレーキはちょっと加工するとつくみたいに、ブラケットだけかな、なんかリアはポン付けですけど、ポン付けフロントはなんか加工がいるみたいです、ね、あ、やっぱ加工いるんだ。なんか簡単につくんだったらなんかちゃちゃっと変えちゃえば、そうですね、ボルトオンで作るやつがあればね。あー楽しかった楽しんでるだけ俺楽しんでるだけブレーキがなー、すっごい気になる。買いましょう、はい、ブレンボ、ブレンボ入れたいですねブレンボ買ったらどっちが高いか分からなくなる車よりはるかに高い、なんだろう、なんかポン付けあれば、ポン付けで、そうですね、だってこれで飛ばしてたらね、怖そうだなと思って、ブレーキパッドも一時期ちょっとサーキットとかも走るやつつけてみたんですけど、ローターが持たないですね、ダストもやばいし、ダストもやばいし、ローターがもうすぐズタズタに、半年ぐらいでズタズタになったんです、すごっ、それで峠走ったらやっぱそうやってるとやっぱパッドだけじゃダメなんかな、やっぱリスクもなんか、そうですね、ってよりもブレーキのキャパがあれだからフェードはしなくなるけど、あ厳しいような話らしいですね、だからもう社外ブレーキってなっちゃうな、すごい、でも面白いこれ、いや多分これ伝わらないよな、これ見てる人にね、これは多分乗らなきゃ分かんないと思う、意外とおーってなる、でも普通あの NA だったらもういいやNA もういいや燃費悪かったし、なんか遅いし、あんまりいい思い出がない、なんかこれは全然すごいいい、いやすごいいい車を、いやいや売ると価値がやっぱどうなんだろう、売った時に価値がもうこの認識でほとんどないと思います、ね、好きな人がいれば、そうですね、好きな人がいればって感じですね、確かにタイミングだもん、なんかすごいな、でも楽しかった今日はこんな感じで、こんな感じで、じゃあカルディナ GTT を紹介いたしました、はい、千葉田0100のお楽しみにしてください、さよなら。